はい、どうも。今回はですね、安倍元総理を撃った山上さんの刑を減刑させてくださいっていう、お願いが、民間の方から上がってるよっていうお話なんですけど、個人的にはですね、とりあえず一旦裁判をしっかりやれと。で、まあその懲役何年とか執行猶予何年とか、そういった形で一旦出て、でそれだと重すぎるからっていうところでね、その減刑を求めるとかそういうね動きになった方がいいと。とりあえずしっかり裁判しないとダメだと思うんですよね。その撃たれた安倍さんにも言い分はあるだろうし、その、まあ、検察側か。検察側も言い分はあるだろうし、撃った方もね、言い分はあると思うんですよ。で、個人的には、安倍さんの方が悪いんじゃないかと思うぐらいなんですけどね、しょうがないでしょうって。その、しょうがないでしょうっていうところの、考え方を次説明します。以上です。